橘さん、宅配便です。お父さん、宅配便お願い。ありがとうございました。大分のばあちゃんからか。相当痛そうだな。お医者さん行ったら？動けん。うん？なに？なんなの？相当痛いんじゃないの？なに？どうしたのよ？やっぱり病院に。いや、とりあえず湿布貼った方がいいんじゃね？それだ。おお。ああ、うちのじいさまは。じゃあお父さん、湿布貼るよ。ちょっとズボン下ろすからね。そんな丸出しにしなくても。だってこうでもしないと貼れないでしょ。私部屋戻ろう、うん、早く貼れってさ。ああ、はい。じゃあ行くわよ。お、ゆっくり剥がさないとダメだって。そうだけど、これ難しいのよね。早く剥がせたわ。湿布準備よし。さあお父さん、どこら辺が一番痛いの？ここらだ。ここ？きー、冷たい。手が冷たい。だってさっきまでお茶碗洗ってたんだもの。貸せ、自分で貼る。いっさ。もうやっぱり自分じゃ無理だって。もう一枚。はい。よし。お父さんたら、お尻に湿布貼ってどうするのよ。腰でしょ、腰。もう一枚。落ち着いて、慎重にね。分かってる。慎重に、落ち着いて。もう一枚。もうお父さん気をつけないと。やっぱり自分じゃ無理なんじゃ。いいからちょっと静かにしてろ。お尻じゃなくて腰よ。分かってる。任せた。大丈夫、手もあったかくなったし、気を取り直して貼りましょう。たく、何やってんだか。じゃあまず剥がすからね。痛かった。ほんと湿布って貼るのも剥がすのも一苦労ね。ああ、もったいない。4枚も無駄にしちゃった。え、まだ湿布貼ってなかったの？だって難しいのよこれ。ずっとお尻丸出しにしてたら風邪ひくよ。まったく。お母さんだってそれなりに頑張って。いいから早く貼れ。じゃ再度挑戦ね、お父さん。ん？じゃ、いきます。よし、貼るわよ。1、2の3。リアクション。うひゃひゃひゃ。なんだ、湿布が頭に。マジかよ。だってお父さんから急にくしゃみするんだもん。知らん。あれ剥がすの痛そう。剥がせ。はい。
ギャー、あら、だ、誰が一気に剥がせと言った。だって嫌なことは一瞬の方がいいと思って。あ、びっしり100本は抜けたな。残り少ない毛を、もういい、貸せ。貼れるの？貼る。できなかったじゃないの、自分じゃん。いいから貸せ。慎重によ。わかってる。そっとそっと。やった、うまく貼れた。だからお尻に貼ってどうすんだよ、痛いのは腰だろ。まあ上手に貼れただけでも前進したということで、次こそちゃんと貼りましょうね、お父さん。うん、貸せ。はいはい、ただいま。あ、おい、どうした。それが、これが最後の一枚。なるほど、自分の体の方を近づけるのね、お父さん頭いい。お父さん大丈夫？今度は何？